はい、土星座の皆さん、デイジーの本気で生きるそのための嫉妬激励タロットやっちゃうよー。はーい、おー、はい、牡牛座さん、乙女座さん、そして、ヤギ座のみんな、お待たせしました。ちょっとね、気管支炎というものになってしまいまして、にしてはちょっと出しすぎ、温めろって感じでしょ。ごめんね。なのでそれでちょっと体調が万全じゃないので、ちょっとむせちゃったりとか咳も出ちゃうんだけど、まあ、ちょっとねやっていこうと思います。千秋もいるよ。イエーイ、よーす。はい、じゃあよろしくね。大牛座さんから見ていこうかな。タイミング的には、7月末まで、今見た今から7月末までを参考にしてもらえると嬉しいです。よろしくね。で、今回ですね、全星座関係あるんだけど、牡牛座さんに関係なくよ、土星座さん全員てか12星座全員関係あるんだけどごめんね。結構ね、煽られるような運気に入っていくんで、結構バン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 グイグイコミュニケーション来られちゃったりとか、結構こうお互いグイグイに行く感じになってくんで、そこも踏まえた上で2024年夏7月ね、見ていこうと思います。じゃあ、まず牡牛座ね。ぜひ随時、コメント何個入れてもらっても構わないんで、何回も見てこの動画思った時にコメントしていただいて全然構わないんで、グイグイコメントコミュニケーション取ってこうね。よし、じゃあ牡牛座さん、タウロス、どう現状教えて、いろいろ。おお、来た。あ、いいね。なんとペンタクルページです。牡牛座さんは土星座さんなんで、もうペンタクルお箱だよね。自分のホームのカード、すごく居心地いいんじゃないかな今ね。そこで補足をね見ていこうと思うんだけど、あと、まあページ、子供の波動の若い波動のあのカードなんで、結構こうチャンスとか新しいことに関してすごく積極的だったりとかするし、実際何か新しいキャリアのスタートとか、何か資本金、何かこの金額で新しくやってみないとか、何かそういうチャンスも恵まれるんじゃないかなって思うね。7月、あ、これは違うと思うな。え、これでいく？本当？これでいくの？チェックする？オッケー。チェックがそれでいいって言ってます。うん。よし。はい。はあ。そういうことか。なんとですね、補足カードが大アルカナです。The Fool。おめでとう。0番。もうなんかそうだね。この2枚で言ったらもうすごく軽い軽い軽い。もうこの夏ものすごく荷物も少なめで、てかむしろ荷物ほぼなくて、なんか新しいことに積極的ですごくいいと思う。うん。あと2のワンドが来てるから、牡牛座さん、まあ、誕生日が終わってちょっと経つけど、新しい自分、未来の自分っていうのをすごく見てる時期に入ってくるよ。なんかもうこのままじゃいられないな、成長しなきゃいけないなっていうのも気づくし、まあ、そのために一旦こう身の回り整理整頓というか、人間関係とかリセットしたりとか、うん、なんか増やすっていうよりは減らしていく作業が多いかもしれないね。なんか、ああもうこれからの時代生きていくためには、もうなんかどんどんもう行動していかなきゃいけないんだとか、なんかあ、もっともっと軽くなっていかないとやっていけないんだとか、そういうのに気づいていける7月かなって思うね。うん。あと、まあやっぱりこうコンフォートゾーン、自分の居場所のいいところとか、自分らしさみたいなものも、あ、なんかいよいよもう違うんだなみたいな、ちょっともう令和6年にもなって、いまだになんか10年前の自分らしさ引きずってるとか、なんかそういうことに気づいていけるかなとかも思うし、うん、ちょっとここ補足もらおうかな。天使のカードで補足もらいます。うん、牡牛座さんの7月だよ。
戦ってる30番の、ウゼアのフェイク。なんか30ってぴったりな数字もなんか今やりそうだね。3と0で3番でもあるけど。信頼ですね、フェイク、はい、もうこれは相手を信頼しきってる絵だね、これね。こう発狂に怒ったっつって、この男の子たちは、まあ、天使はもう相手を信用してるから体を全体重を委ねられるんだよね。格闘技ってそうだよね。私プロレス本当の試合じゃなくって、こうパフォーマンス的なお笑い的なライブ見に行かせてもらったんだけど、なんかそれ見てて思ったんだけど、本当に悪役も、ね、ヒーローもなんか戦ってるんだけど、相手を信用しきってないとあの試合でできないわけよ。なんかそれをすごく感じて、なんか本当に愛と友情の世界なんだなプロレスってすごく思ったんだけど、うん、なんかそんな感じがする。うん、ウジエル、神の力を意味するんだって。やっぱり力だね、フォースがみなぎってるね。なんか大志田さんらしいね。なんかこう闘牛みたいな、ズドンみたいな感じがするけど、信頼とはあなたが誠実で正確で素直に正直になるよう激励する内なる知性のことです。おー深い。内なる知性なんだって信頼はね。だから表向きにかざすような知性じゃないんだよね。自分これ知ってますみたいなじゃなくって、あなたのことを信頼してるよ、要はあなたのこと見てきたよ、あなたのが頑張ってるのも知ってるよ、だから何も言わないし、ただここでずっと待ってるよ、いつでもおいでみたいな、そういうお告げですね。信頼というのは真実としての教えを受け入れ確信することです。ハートが開いていなければ信頼は成立。ごめんね、ちょっと携帯電話は急にちょっとダウンしちゃってね。信頼していなければ、ハードが開いていなければ信念は制限するだけの窮屈なものに感じられることでしょう。うん、だからあなたがこうでありたいとか、こうあるべきだとか、人に対してこうしていこうっていう最初は善意の気持ちなんだけど、ただ意固地になってしまうというか、自己中になってしまうと、ただのこだわりが強い硬い人間になっちゃうよ。今までそれでいっぱい失敗してきたでしょ、牛田さん、ね、なんか情熱的にみんなのことを守ろうと思って、みんなのためにって動いていたのが、かえってなんかその周りを支配してしまっている、リトルマーメイドのねお父さんみたいなね、トリトン王みたいなね、ジャスミンのお父さん、サルタンもそうだよね。娘のためを思ってたんだけど、なんか気づいたらなんか自分の自己中で、自分の価値観で子供娘を縛っていただけだったみたいな、なんかそういうことにもなりかねないよっていう、うん、だからこそこのフールが大事ね。本当にもうリセットゼロでいこう。まだ何も知らないよ牛田さんは。ごめんね、バカにするわけじゃなくって、まだね、それなりに生きてきたと思うよ、ね、でも私だって今41だけど、まだまだ知らないことだらけすぎるから。相手がさ、何の食べ物が好きかとか知ってる？たとえさ、ね、パートナーとかで長年連れ添った親子だったとしても、人間ってみんな日々変わってくじゃん。え、あんた納豆嫌いって言ってたけど最近食べるの知らなかったんだけどみたいな、そんなこといっぱいあるわけ。まあこれ例えだけどね、別に食べ物だけじゃないじゃん。え、なんか あなたってこう答えを先に導いてから逆算して計画立てていく方が好きだと思ってたけど、え、今違うのみたいな、今なんか手始めにいろいろ試してやってみたい派なの、チャレンジが来てるのみたいな、なんかさね、同じ職場の人でもさ、ね、5年も一緒に同じお店で働いてるけど、同じ部署でやってきたけど、全然なんか私の思ってるあんたと違ったみたいなことあると思う。だからもう自分のこともしっかりだよね。私たちって意外と自分のこと知らないからね。だからこの客観的に見る2のワンドも自分をちょっと顧みるってところもあるんだけど、本当に今自分の人生、この職場、この家、パートナー、家族、それから職場の仲間たちね、コミュニティ、住んでる町の人たち、信頼してる、おいでって手広げられてるってのはすごく言われてる。この状態、ちゃんと
ただの喧嘩とか特命じゃなくってちゃんとお相撲さんのようにねプロレスのようにお互いドーンっていけてるみたいなのがすごく言われてる気がするので、そこをなんかすごく抽象的な言葉になっちゃうんだけど、まず心を開いていこう、相手をど信頼しようね、もう 100% ぶつかってこられてもいいよ、自分も 100% でぶつかりたいみたいな、なんかそういう運気が来てるんで、ぜひ参考にしてみてね。はい、ありがとう。こんな声で聞き取りづらいと思うんだけど、ぜひ参考にしてね。途中動画切れちゃったごめん。コメント、高評価、それからチャンネル登録、デイジーの笑い活動を応援することで、私からもらったこのお告げをまた返していけるんで、お互いにやっちゃうよん。イエス、ありがとう。うん。さあ、続いては、土星座の乙女座。私温めてプリンってコンビやってるんだけど、相方も実は乙女座です。ね、こうね。はい、乙女座さん。ほーい。また出た、これ5の騒動。これ、伊手座かどっかで出た？違う。忘れちゃった。あ、お羊座さんで出たかもしれない。乙女座さんにも来てるね。5の騒動。これはちょっといざこざを指すカードで、ちょっと喧嘩っ早くなってたりとか、ちょっと揉め事が多くなってたりとか、あとはこう周りとの考えとか、今一番大事にしてるビジネスにおいて、家族において大切にしてるパートナーと、ちょっとうまくいかないとか、考えがすり合わないとか、なんかそういうお告げが来てるね。乙女座さん。あと頭でっかちになってるな、乙女座さんな。どう？コメントちょうだいね。補足見るよ、乙女座。7月までの参考に。はい。おお、2枚出た。あー、なるほどね。まず、ペンタクルの、ナイトが来てます。これは、乙女座さんとかわいいね、これね。乙女座さんと同じ、ペンタクルなので、土のエレメンツですね。の、ナイトなんで、もう。進んでいくカードなんだけど、ナイトのペンタクルは、ナイトって4種類あるんだけど、その中でも一番こう時間軸がゆっくりね、着実に足を大地に、グラウンディングじゃないけど、ちゃんと地に足ついて進んでいくタイプのナイトです。だから、ナイトって馬に乗ってる絵のカードなんだけど、タロット。こう飛び級したりとかスキップとかしないよって、ちゃんと一個一個ステップを踏んでいくよっていうカードでもあるね。うん。と、もう一個がね、10のワンドなんですよ。で、ここは結構ね、読解が難しいところでもあるんだけど、もちろんちゃんとやるけどね。10のワンドは、もう今まで積み重ねてきたものを取っ払う。重荷が多いよっていう。荷物を全部、手放すよってカードでもあるし、もう卒業とか、うん、まあ、気持ち的なものよりも、何かこう、課題として終わらせるっていうところがあるから、この並びでいくとそうだな。なんか、それでいざこざがあるってことは、今の乙女座さん、多分自分に対してもそうなんだけど、もちろん相手に対してもね、今までのやり方ではもう通用しないよっていう。10のバンドが来てるから、そのなんか今までの勉強の仕方、今までの相手への伝え方、今までのコーチングだよね、相手にこうここまで来てほしい、相手にだからこう来てとか、なんか教育の仕方、パートナーへの伝え方、上司として部下として仕事での取り組み方、やってきたと思う、頑張ってきたんだけど、ただ時代にそぐわなくなってきたよっていう、あとね、ここ乙女座さんらしからぬなんだけど、なんか結果をすごく行き急いじゃってる気がする。夏なんてって言い方変だな。今回の2024年の7月はもうデータ集めというか、なんかもうガチャポンのように、あ、これしてみたらこうなるんだとか、あ、ここ行ったらこうかとか、こういう発言したらこう思われるんだ、面白いみたいな、なんかそこにこういちいち感情乗せないっていうか、ただチャレンジしていくだけの時間でいいんだよ。なんか結果、そこに結果をいちいち結びつけなくていいよみたいな、なんかその、
これやったけど結局何だったのとか、あの人に合わせてみたけどなんかよく意味わかんなかったとか、なんかそんなんでいいと思う。見てこの子も目つぶっちゃってるしね、なんかもう、とりあえず風に当たってみたみたいな、なんか本当にそういう感じでいいと思うし、なんか理屈、ちょっとこのね、想像の5の想像も結構ね、こう思考が、自分の思考が足かせになってトラブルを引き起こしてるところもあるカードなんで、ちょっともう一枚補足もらおうかね、乙女座さんね、タロットの方にしようかな。なんか言いたいんだろうな、これ。乙女座さんね。お、何ですか、これは。クイーンのワンドだわ、これもよく出るね。あ、わかった。今まで自分の強みだと思っていたことを手放さなきゃいけなくなるじゃない？この10のワンドで。ね？もう終わりだよ。もうそのやり方古いよって。今の時代に合ってないよ。今のあなたに合ってないよ。なんで、わーってこう、悩んじゃったりするんだけど。で、結果もすぐ出ないから、今まで結果をちゃんと重視してたというか、乙女さんってさ、ドリルじゃないけどさ、何ページ分、例えばさ、こう、ね？なんか、宿題のドリルがあります。漢字でもいいし、社会、数学でもいいけどさ、なんか、これを勉強することでさ、なんか歴史が熟知できますとか、小学校3年生の数学マスターできますとか、なんかそういうドリルがあるとするんじゃん。そうさ、なんか、あ、じゃあ、7月末までに1日3ページずつやっていこうかな、みたいな。なんかそれが今までの乙女座さんだったじゃない？で、なんかね、第1章は第2章みたいにやっていくのが好きだったでしょ？でも、違うよって。別にこのドリルやったからといって数学マスターできるわけじゃないよみたいな。とか、もしかしたら数学のドリルだったんだけど、これをやることによって違う能力を得るかもしれないよね。もしかしたら友達が増えるかもしれない。え？数学のドリルやることで友達が増えるってどういうこと？みたいな。でもこれね、他の星座さんだったらわかるのよ。ああ、一緒になんか図書館で一緒に勉強する友達ができるかもしれないね。やってみようとかさ。他の星座さんそういう感じで動いてんのよ。なんか乙女座さん、これあるいは別に否定してるわけじゃなくって、乙女座さんってね、あ、じゃあ英語喋れるようになりたい。英会話教室通おうと思うかもしれないじゃん。でも、みんなそれで英会話教室通ってるわけじゃないからね。友達が欲しい。恋人が欲しい。いや、海外旅行行きたいからなんとなく、まず、身近な英会話教室から通ってみた。なんか、ハリウッド映画が大好きだから、その話をしたくて、映画の理解をもっと深めたくって英会話教室来たって人もいっぱいあるから、英語を話したいから、英語をマスターしたいから英会話教室通ってるよだけじゃないんだよ、世の中って。だからあなたが、乙女座のみんなが思ってるほど、実は世の中ってもっと多様に富んでて、もっといろんな考え方があるから、そう、今なんかごめんね、気になっちゃった。本当にね、人の数だけ答えはあるから、あんまりこう理論的にならない方がいいかもしれない。それなんでかっていうと、あなたの理論は間違ってないんだけど、ただ全員に通用しないから、もうこれからの時代は。だから、そこを分かっていけば、あんま悩まなくて済むよ、みたいなところでもあるし、あとクイーンのワンドね、あなたの魅力は、そこじゃないよっていう。どこじゃないよ。だからその、今までコツコツやってきた自分が強みだと思ってきたと思うんだけど、今までこんなことも乗り越えてきたよとかあったと思うんだけど、なんかそれはもう手放そうね。もう違うんだよ。自分の価値についてすごく悩むかもしれないね。この7月は。だけど、答え急がないで。何の答え？あなたらしさとか、あなたの魅力はこれだっていうものがつかめないままでいいんだよって。ブランクにして。そしたら、ちょっと今はわからないけど、8月、9月、この先に、あなたが空っぽにしたからによって、すっからかんにしたからによって、すっからかんにしたことによって、ちゃんとあなたの魅力は入ってくるから。なぜならこの、ナイトのペンタクルが証明してくれてる。この子、まだ、ね、女の子小さいよね。ちゃんとこれから素敵なレディーになっていくの。クイーンになっていくための、女の子なの。ね？そんな女の子が急にさ、7月中にさ、成人女性にならないじゃん。成人しないじゃん、子供って。そんぐらいだよって。
これから向こう15年、20年かけて作っていくような魅力だよ。だからみんな焦んないでってすごく言われてる。うん、乙女座さん、焦るタイプではないんだけど、ただ根拠がなくなるとすごく弱くなっちゃうというか、こう、取り乱しちゃうというか、わかんなくなっちゃう人が多いと思うんだけど、うん、なんかこうじゃなきゃいけないっていうのを手放したら、本当に毎日楽しくなるけど、ただ、急にはなれないよ。急にね、私みたいな双子座みたいな自由人になれないから。そんな自分も愛してほしいね。うん、っていうの言われてます。はい、というわけで、ちょっと、運気的にもパキッとしない、イエスのはっきりしない感じになるけれども、焦らず、不安ならず、ちょっと、7月不安定になってきたら、この動画もう一回見に来て、今の乙女座さん間違ってないから、どっちつかずで何もわかんない状態で全然大丈夫だからね。はい、というわけで、デイジーでした。高評価、コメント、チャンネル登録はもちろんなんですけど、私からお告げもらった後、みんながまた返してくれると、運気は回っていくので、ぜひお笑いライブ見に来てね。待ってるよ。ね。遠方の方も東京出てこよう。ね。行動しようぜって。さあ、次。最後、土星座のヤギ座。お待たせ。ヤギ座結構私のね、知り合い多いんですよ。運気的にはね、水亀座、私、双子座だ。双子座とね、ヤギ座って相性はあんまり良くないはずなのに、なぜかね、友達多いんだよ。ありがとうね、いつもね。カープリコーン、行くよ。ヤギ座のみんなもコメントちょうだいね。はい。ヤギ座ほんと変わったよね。私がタロット占いした、始めたのが多分4年ぐらい前なんだけど、その時とだいぶ変わってきてるよね。なんと、土星座さんなのに、ソードです。風のエレメントのページ。今回ほとんどの星座でページがよく出てくるんだよね。だからそんだけ波動がどんどん軽くなってるとは思う、全体的に。で、漏れなく、あんなに腰が重かったヤギ座さんも軽くなります。でね、ページのソードはね、ちょっとこの絵だとなんかちょっと、なんか、ちょっと挑発的というか、なんかね、ちょっとラリってる感あるけど、ラリってる。ね、すごくないこれ、なんか、絨毯のさ、飾りかと思ったらこれ、木がなぎ倒されそうになってる。風がブワー吹いてる。このブワーって感じ。手に腰やっちゃってね、こう、どう私みたいな感じじゃん、ほら。風の吹いてる中、どう私みたいな。イエーイみたいな。ちょっとデジっぽいよね。うん。ソードのページはね、警戒心とかも指すようなカードなんだけど、ちょっと、これから戦っていく姿勢に対して、まだ微力なの。子供だから、知識もそんなにないし、経験もそんなにないし、子供って大人ほどこう人脈もないから、なんかこう一人でこう立ち向かわなきゃいけないことに対する恐れとかもあるようなカードなのね。でページのソードはすごくいいカードなのね。それに対して障害物とか自分の人生においての分岐点とかでちゃんと向き合っていくぜ、やる気はあるぜみたいな、なんか知識もないし不確かなんだけどただやる気だけはあんぜみたいな、なんかそういうカードなのね。うん、すごく若々しさでもあるんだけど、若々しい人に来た初めての試練みたいな、そういうカードなんだけど、でもこれね、乗り越えていける試練だから、すごくいいカードなんだよ。仕事運とかもいいと思うね。なんかわけわかんないけど、チャレンジしてほしいと思う。そう考えると、ヤギ座さん、新しいチャレンジなことを、キャリアアップ、ステップアップとか、果敢にやっていく人が多いのかもしれないなと思うね。うん、なんか天使のカード引いたくない、いや待てよ、ちょっとムーンオロジーカード引いてみようか、持ってきてるからね、ヤギ座さん。こんな感じかな、ヤギ座さんのムーンオロジー。ほっ、めっちゃ強気な音が出たね。なんか今回のヤギ座さんあれかもしんない、私が占いで見なくても結構心決まってる人多いんじゃないかな。どう、なんかすごく14番って言われてるけど、なんだろうね、気になるね。14日とか、なんか7月14日とかなんかありますか。6月14日、あ、もう過ぎちゃう。
わかんないけど、なんかありますか。ヤギ座の7月に向けて教えて。お月様。うーっ、来たー。すげー。カニ座の新月です。あれ、待って、新月って次、なんだっけな。ちょっと調べていい？カニ座、新月、2024。あ、カニ座じゃないかもしれない。7月の新月ってなんだろうね。やばいかもしんない。嘘でしょ。2024年7月の新月、カニ座だ。やばくないこれ。なんでシンクロしてんの。ちょっと怖くなってきちゃった。やだ、なんなの。ちょっと待って、何日。しかもあ、カニ座の新月は7月の6日土曜日だそうです。結構早めに来るんで、感受性とかに関するエネルギーのカニ座の新月だからね。うん。お告げが、You and your loved ones are safe。あなたとあなたの愛している人はとても安全ですと。恋愛運バッチグーじゃんよ。羨ましいんだけど。どう、ヤギ座さん、恋愛運。ね。まあ、何をもって恋愛運がいいかっていうのは人によってね、違うかもしれないけどね。あなたとあなたの愛する人たちは安全です。いいね。なんかプライドマンスでもあるし、ね、世界で愛をの多様性を称える期間にも入ってるし、なんかすごく素敵じゃない。いいね、この時期に涼しげな色合いでね。私生活では新たなスタートの時期です。なんか新しくやっぱ始まる人多いんだな。あなたの大好きな人や場所に関して何か新しいことが始まるでしょう。だから自分だけじゃなくても、パートナーさんとか好きな人が新しいこと始めるとか、そういう人も多いかなと思うね。結構前向きです。水辺で過ごすのも結構大事らしいよ。うん。不安のあまり一歩を踏み出せない人は今こそ思い切ってやってみましょう。だからここだよね、ほら、やるわよみたいな、行くわよみたいな、へっみたいな感じ。うん。じゃあそこから、タロット2枚お告げ出していくね。14って言われてるからやってみようか。上から14、1、2、3、4、8、9。で、1枚はこれで、もう1枚はジャンピングでいきましょう。もう早速だし。6のペンタクル。あー、これ相互関係のカードなんです。これね、女の子は貝殻出してるけど、プレゼントもするし、その分相手からももらえるよって、ギブアンドテイクが整っていくカードでもあるんだよね。いや、今回のあれだね、ヤギ座さん、パートナーとか対誰かとの兼ね合いの運気が大きい気がするね。うん。まあ、例えばだけど、一緒に新生活で一緒に住む、シェアハウスする、ルームシェアする、結婚して一緒に住むとかもあると思うんだけど、なんかそれだけじゃなくって、なんかこう、パートナーと離れることになったとしても、ちゃんと意識はつながっていけるよみたいな、なんかそういうのもすごく感じるしね。うん。で、とにかくね、ギブアンドテイクなんだけど、実際みんなさ、ギブアンドテイクって言葉さ、自分とか周りに置き換えて考えてみて、結構、テイクアンドギブのケースになりがちじゃない。その何かしてくれるんだったらやるけどみたいな、なんかこう、あとテイクのことばっか想像しちゃってギブするみたいな、なんか相手にこれやってもらおうかなみたいな、相手にプレゼント買ってほしいからまず自分からあげてみようかなとか、なんかそういうちょっとなんか運気的にはなんか波動が低い考えに陥りがちじゃん、現代社会って。いくら報酬もらえるから働きますみたいなさ、ね、広告にさ、給料いくらですって書いてあって袖で入るみたいな、なんかそれって本当は違うんだよね。ギブアンドテイクっていう本当の精神、なんか考え方でいくと、なんか給料とかいくらっていう風に求人面接に書いてなくても、やりたいから、あなたと仕事したいから、この業種この業界やりたいからやりますみたいな、それで自分のパフォーマンスと実際のお店とか
その会社の売り上げによって給料が決まるみたいなのが本来のはずなのに、なんかいくらもらえるのが当たり前ですみたいなね、有給とかさ、保険とかその福利厚生もさ、これがあるから入りますみたいな、逆転してんじゃん。なんかテイクできるものを考えてギブするみたいな、労働力を与えるみたいな。でもなんか違うじゃん本当は。ヤギ座さん特に今はなんか、いやいや見返りとか一旦いいから、とりあえず自分のパフォーマンスやってみます、飛び込んでみます、動いてみます、でそれでどうですかみたいな、なんかくれませんかみたいな、なんかくれませんかっていうちょっと変だな。これに関して飛び込んでやってみました、どうですか、いくらくれますみたいな、その同じこと言ってんね。でも何、そのこう給料がいくらだからやるとかじゃないでしょ、もうそういうじゃないじゃん。いや今はこれでも、なんかその自分をちゃんと正当な評価してほしいっすみたいな、なんかそういう感じが来てるね。じゃあ最後の補足何かな。はい、あーすごい、ザ・ワールド、嘘、すごいじゃん、どうしよう。いやこれ素敵ね、このバラの冠、ピンクのバラの冠。うん、もう言うことないよね。ヤギ座さんがちゃんとね、テイク&ギブじゃなくて、ちゃんとギブしてからテイクしてもらえるっていう、それで飛び込んでいく、それでやっていく、相手に見返り求めない、自分は、ね、尽くすだけ、その先に何か光があるかもしれないぐらいでやっていったら、ちゃんとパートナーシップも、ね、家族も職場の環境もついてくるよ、守られてるよ、ちゃんと周りと循環していくよ、お金もちゃんと正しく循環するし、愛情もちゃんと、ね、守られていくし、そしたらあなたの理想の世界になるよ、ね、一旦これでゴール終わるよって、うん、ヤギ座さん7月中にこのデイジーの本気で生きる人のための、本気で生きるカプリコのための叱咤激励タロットを本当に本気で人生楽しんでトライしてくれたらね、トライしてくれたら自分の人生の答えが一個わかるよ。しかも大きな人生の答え、なんかひと夏の思い出とかじゃなくて、ちゃんと、ああの時だな、あの時一旦私は目標を果たしたな、生きる意味を見つけたなってちゃんとなれるから。ザ・ワールドって本当に最強カードだからね。これが来るってことはそうだよ、7月中にみんなが生きてる意味、使命とかを一旦果たす。うん、はい、というわけでこれがヤギ座さんでした。そして土星座さん、みんな見てくれてありがとう。途中ちょっと動画が切れたりしたんだけど、編集してるけど許してね、ちゃんとお告げは本物です。さあ、チャンネル登録、高評価、そしてコメントはもう何個でも随時、この動画何回も見てもらってやってね。で、実は投げ銭もあります、スーパーサンクスっていう。ちょっとデイジーこんな体壊しながらも一応頑張ってるんで、お小遣いくれる方待ってるぜっつって、あのね、デイジーから、俺らからお告げ聞いたならちゃんとお笑いライブも見に来て循環させてくれよなね、循環させるね、ぜひ意識してみてね。概要欄も一応貼るので、6月7月お笑いライブ見に来れそうでしたら、行動を起こしてみてね。お互い運気を回し合ってこうぜ。はい、というわけでみんな人生、自分の人生本気で楽しくやっちゃうよ。はい、ありがとう、バイバイ、いつも本当にありがとう。